鈴木です。いつもご視聴ありがとうございます。今日は全ダックの、バランスケーブルをちょっと変えてみたいと思います。ちなみに今日からまた元の部屋に戻ってきました。それと前回、ライブ配信皆さん参加いただきありがとうございます。いろいろ情報交換ができて、よかったなと、思います。また今後に、役立てていきたいなと思います。それでまたライブ配信やってみたいと思いますので、よろしくお願いします。物が届いてます。中国から届いてるこれですね。ゴトールっていうのかな。ちょっと前からちょっと気になってたやつ。75センチ。ということで、これです。じゃあ早速ですね。これをこれ 4.4 ミリの、バランス、これ全ダックから信号が、これを経由して信号が、こっちですよね、 TRS とつながると。ということで早速ですね、音を出してみたいなと。現在使っているのがDIY で自作で作ったこのケーブル、親出の OCF ケーブルを利用して作ったケーブルです。それに対してですね、これの代わりにこちらを使うと。でまあこれでも十分満足のいく音なわけですけども、まあ自作というところもちょっとあって、ちゃんと作られたもので、つなげたらどうなるのかっていうのはやはり確認したいところなので、ちょっとこれを、つなげてみたいと思います。全ダックが場所的に言うと真ん中に、移動しまして、左の方が ATEM ミニ、左の方にちょっと移動させて、 JBL のアンプ側の方につなぎやすいような位置構成にしました。それで、裏の方を見るとこういう感じで、バランス出力から 4.4 ミリの、ジャックを経由してずっとこう来てですね、はい、それで JBL の TRS 接続に刺さっているという感じですね。さて実際にちょっと音を聞いてみたいと思います。結構いろいろ聞いてみました。そうしたらすごく音が変わってるんですよね。とってもいい音になりました。全ダックにね接続して、全般的になんかソフトになった感じがするんだけれども、細かい音も、よく聞こえるようになって、こう広がりがこうリアル感が増してきたっていう感じかな。クイックシルバーで、ギターソロが解像度が上がったなと。あとその合間に打楽器なんかの音とか、それからあとギターのサイドワークの音なんかが右とか左からこう聞こえてくるわけですよ。その輪郭が非常に明瞭になったっていう感じかな。ホーレースだと小さい音もなんかとても今までよりもよく聞こえるようになったし、音がなんか上質になったって感じなんですよね。低域がなんか落ち着いた感じ、それからその次にステアリングっていう曲は、やっぱり臨場感が非常に豊かになったっていう、左右のそのギターの音がですね、まあ、微妙にこう位相が変わってる音がすごく気持ちよく聞こえましたね。それからとベビーフェイスはですね、ますます良くなったっていう感じで、ボーカルがより近くに聞こえるようになったし、そのボーカルもすごく自然な声で聞こえてくる、
でブレスがなんかよく分かるって言ったらいいのかな、それとあとギターの弦のあの擦れる音なんかも左右からね聞こえるし、それはあのさっきの、あのフォープレイでも同じです。あと左右からのそのコーラスもすごく際立って聞こえるようになりました。ケニー・ジーのあのソプラノサックスが、うん、今までとにない生々しさが感じたっていう感じかな。まあ、全体に情報量がこう増えたっていう感じですね。それとあとね、あのあ、で今回ちょっとスティーリー・ダンを聞いてみたんですよ。スティーリー・ダンの To Against Nature っていうアルバムなんですけどね、あの1曲目から、左右から あのギターのリズムカットのこう小気味に良い音っていうのかな、あのスティーリー・ダン独特の、それが、くすぐるように聞こえてくるし、それからあとベビーフェイスとかでもそうだったんだけども、こうビートを刻むねスネアがピシッとこう真ん中からこう聞こえてくるっていうのかな。今まで聞いた曲もビートを刻む音がねスネアなんかのすごくいつもよりも印象的に聞こえるんですよね。あとはですね、あのアリアナ・グランデも、ボーカルがやっぱり出てきましたね。うるさくなったってことは全然なくて、情報量も増えてきたという感じで、それからアリアナ・グランデで中央でこうクラッピングしている曲があったんだけれども、これもすごくなんかよく聞こえてくるんですよ。でこれはなんかさっきのスネアもそうだけども、なんか定位が良くなったっていう感じで、 あそこで鳴ってるっていうような感じかな。でそれですごくその曲のビート感が、しっかりとこう伝わってくるっていう感じですよね。あとあのゲストで、参加してるとフィーチャリング している、歌声なんかも、よく、違いが分かるような感じが、取れました。でジェネイも、やはりボーカル生々しくなってるし、ピアノの音もねすごくこう近くに聞こえるようになりましたね。ボーカルの、分解能も高いっていう感じ。アニタ・ベイカーもすごく、広がりとビートの、あと刻み方というのかな、広がりとビートの刻み方、ボーカルも含めてね、とてもいい感じに、聞こえました。ということでですね、このケーブルなかなかすごいと。だ今まで使ってたやつと変えたケーブルって何が違うかっていうと、やっぱり使っているケーブルの種類が違う。両方とも OFC なんだけれど、片っぽはOFC の、純度は変えてないんですけども、こっちの、5トールの方は 99.9% 以上ということなんですね。で最上の方はもうちょっと低いのかもしれないです。すごくしっかりしたケーブルなんですよね。ここにこれはどっちかというと今まで使ってたやつ、これはちょっと 細身なんです。中に入ってる OFC は最上って書いてあったかな。ということで非常にこのバランスケーブル75センチなんでちょっと短めだったから、場所全卓の場所を移動したんですけどもね、ちょっと短めっていうのももしかしたら効いてるのかもしれない。いずれにしてもですね、作ったやつもそれなりの音はしてたんだけども、出来上がりのものを使ったら、より良くなったんで、あ違うかという感じがしました。で逆に言うとこれ、全卓と JBL の104をつなげる時のケーブルとしては非常にいいんじゃないのかなという感じが、しました。こうやってレビューをする時に、ああよかったと、そういったことを伝えられるのはすごく、嬉しいんで、今回はそういった意味で、音が良くなって、 あと他のケーブルは、今までと同じなので、
親指の、 あの USB ケーブル、それからあの iFi オーディオの iSilencer と iDefender を接続してっていう、接続形態はあの今までと変えてない。このバランス用のケーブル、JBL の TRS の接続のところだけ、変えて聞いてみたと。まあ一言で言うと、なんだろうな、もう出た瞬間から音がなんかすごく綺麗に聞こえるって言ったらいいのかなと、まあ、丁寧な音が聞こえてくるって言ったらいいのかな、クオリティのレベルが上がってるなっていうことがじわっとこう聞こえて、あの感じられるっていう、解像度とか、細かい音がしっかり聞こえるし、あの今まで聞こえてなかったようなの音の聞こえ方が、まあ、いろんなところで発見できたなっていうところもあったし、ボーカルもねすごくより生々しい感じで聞こえてくるという感じでですね、よかったら、あ、それからあと定位がいいのいいかなという感じです。なのでそのスネアの音とかクラッピングの音とかですね、そういったものがしっかりと真ん中から、真ん中だったら真ん中から聞こえるしっていう感じ、このケーブルにして、感じたところという感じですね。はい、いうことでですね、今回は今まですごく気になっていたんですよ、あの自作の DIY のこのケーブルが本当にいいのかな、どうなのかなと、やっぱり違ったと、でそれは多分このケーブルのこれ結構安かったな、それも気になってたんですね。でも一応 OFC っていう風に書いてあったんで、これ使ったんで、一応シールドされてるし、それをあの2本使ってるんだけれども、このあのゴトールのケーブルは、質のいい、なんだっけ、布でこう覆われたね、と製品としてもクオリティの高さを感じるものだったと、ということで、これゴトールの75センチ超の 4.4 ミリバランス接続 TRS ケーブル、音の、テストをしてみました。いかがだったでしょうか。ということでですね、この Vlog では、Apple をはじめとした新しいデジタルテクノロジーについて、気がついたところを配信していますので、もしよかったらチャンネル登録、お願いします。また面白いと思っていただいたら、高評価の方もお願いします。ということで、それではまたお会いしましょう。